今回は第五町線です。栃木県との境、また北は福島県との境になります。国道118号線、水郡線が、まあ、久慈川に沿って走っているという形、東西には国道461号線、まあ、栃木、そして臨海方面、高萩方面へと行くんですけれども、どちらかというとやはり第五町っていうのはですね、他の地域とは山間部でね、境となっていますので、東西の結びつきは乏しくですね、やはり久慈川周辺の国道118号線が、中心になります。他もまあ県道32号とか13号とか通ってもいるんですけれども、本当にこの山あいをね、峠道を進んでいくような県道ばかりですね。中心部は第五の、日立第五駅のあたりなんですけれども、平地は少ないという形ですね。町の中心部は平地少ないです。少し、東に行きますと袋田というですね、袋田の滝とかがある、観光名所、温泉もあります。で、周辺は奥久慈というね、呼ばれている、まあ、地域でして、道の駅の名前には奥久慈第五とかですね、名前がついていたりします。周辺の日立大田市のとの境やですね、日立大宮市との境、栃木県の那珂川町、との境にはですね、標高500メートルくらいの、山が、ありまして、そちら、まあそこ、そのあたりが境の、山になります。一番標高の高い山は、茨城、福島、栃木との、境にある闇蔵山ですね、標高1000メートル、県内最高峰を誇る、山になっています。かつては人口が多かったんですけれども、現在1万4000人程度、久慈川上流の奥久慈地域の中心であり、観光と農業を中心とします。食品、観光、和紙原料のナス構造などで知られています。町中心部、久慈川が流れて、袋田の滝がある町、JR 水郡線が走ります。町北部には闇蔵山、標高1021メートル。奥久慈南大山が標高653メートル、日立大田市との境、生瀬富士が標高406メートル、この辺りが中心になります。隣接する自治体は福島県の、山釣町だとかですね、棚倉町、栃木県大田原市や中川町、茨城県の日立大田市、大宮市となっております。完全にこう、茨城県の中でも奥地の、町になっていますね。標高、町の中心部は標高が低い120メートル程度なんですけど、盆地で、晴天率が高いため、冬の朝晩の冷え込み、周囲と比較しても大変厳しいということです。盆地の気候ということもありまして、夏は猛暑、夜は寒いとかですね、日中と夜、朝の、気温差が激しい、まあ、盆地の気候そのものだという感じですね。で1955年に、多くの町、村が合併して、第五町が発足し、現在に至ります。1998年に奥久慈第五の道の駅ができています。交通名は JR 水郡線の五駅、西金、神尾川、日立第五、袋田、下宮とあります。国道は118号線と461号線。県道13号、22号、28号、32号、33号となります。で、ここは県立第五清流高校があります。で、栃木、福島との境を、まあ、結ぶ、県道が比較的多くですね。県道13号、28号とかはですね、栃木県のとの境、になっていたりしますね。観光名、袋田の滝はですね、久慈川支流の滝川上流に位置して、幅73メートル。冬は滝が凍結する氷瀑現象が発生するということで、まあ、この、現象を、まあ、見るという形で観光的な名所となっています。また他にも月町の滝だとかもあります。で、温泉が多いのも特徴。第五温泉、袋田温泉、そして塩の沢温泉、
月折温泉、浅川温泉とかですね、まあ別々の場所にですね、結構点々と、あったりします。日輪寺というのはですね、闇祖山の中腹にある天台寺の寺院です。もう本当にこの、茨城県の先っぽにある、寺院なんですね。また農業が盛んなことから観光りんご園が、町内に点在して、観光バスなどでツアーで訪れる人がも多い人気スポットとなっていたりします。で、シャモですね。シャモも、まあ、大子町のですね、名産ですね。シャモ料理の店がですね、町内に点在していたりします。また、大子漆や楮、和紙の原料などですね、高齢化に伴って生産者が減ってはいるんですけども、昔から伝統工芸品と、いうことで盛んに行われています。ということで地図を紹介していきます。久慈川を中心に、町がこう形成されていきまして、まあ、支流がですね多く、あるんですけども、この山あいにのこの小さい平地に、町がですね発展して いるという形、まあこれはですね、今もそんな感じです。小さい、本当に小さい平地なんですけどね。で、まあ標高自体はそんなにないんですけども、500メートルから600メートルの、まあ、袋田の滝のあたりは標高400の生瀬富士だとかですね、あったりとか、一番高いのが、まあ、福島県と境の1000メートルの山なんですけど、で、各地、川沿いにですね、水郡線が走り、川沿いの付近にですね、町が形成されていて、いう形ですね。駅の近辺が、まあ、駅が一番西にあって、町があって、国道が通ってという形になります。すごい、平地自体は小さいんですけども、そこに、町が発展していったという形ですね。で、まあ、観光名所ということもありまして、温泉施設のですね、形成だとか、まあ、観光農園、リンゴ農園だとかですね、ゴルフ場だとか、そのようなものが整備されていったという形になります。現在の地図です。中心部に、まあ、国道が通り、駅の東側に発展、まあ、町の中心部ですね。すごく小さいんですけども、中心部。国道沿い、久慈川に沿って、で町があるということですね。リンゴ園がですね、多く点在してますよね。でゴルフ場があってという、まあ、観光地としての、側面が多く見られるという形です。でまあ付近のもですね、茨城県の一番北部になっています闇祖山なんですけどもね。このあたりはもう完全に山間部になりますね。まあ、そこにまあ、山と山との間に県道が走っていたりとか、する感じです。で東側に、目を向けてみますと、袋田滝ですね。月折山が404メーター、生瀬富士が400メーターぐらい。東にかけて山間部が続いていると。はい。まあ、リンゴ園、こちらも点在していて、奥久慈憩いの森だとか、ふれあい牧場だとかがあって、で、日立大田市との境になりますね。この辺りが。まあ、日立大田市とともに、まあ、奥久慈というね、言われ方を、しています。はい。ということで、大子町の紹介でした。